トイ・ストーリー・などの恐竜ワールドは2014年、ディズニーとピクサーが共同制作したアニメーションである。アメリカで2014年12月2日に ABC テレビでテレビスペシャル第2弾として放映された。日本では2015年7月18日に BS のテレビ局 D-Life にて放送され、その後2016年3月2日に DVD とブルーレイが発売された。 ウッディー、バズライトイヤー、レックス、トリクシー、エンジェル、キティなどおもちゃを連れて、友達のメイソンの家に遊びに来たボニー。そこでボニーはテレビゲームに夢中になってしまい、ウッディーたちは放っておかれてしまいます。そんな中、みんなが足を踏み入れたのが、謎の恐竜ワールド。そこには、 戦うことが好きな恐竜のおもちゃたちが住んでおり、ウッディーたちは彼らとの戦いに巻き込まれてしまうこと。新作、トイストーリー謎の恐竜ワールド D ライフで、日本独占初放送。オリコーン、2020年4月22日閲覧。トイストーリー、スピンオフ第2弾ソフト化、ウッディらが、恐竜ワールドを、冒険映画ナタリー2015年11月11日、閲覧。 ありがとうございます。